それではパーセルプレミアムフライデー特別企画、ドマーニアステント所蔵作品展モマットコレクション無料開放を記念いたしまして、ではお願いいたします。どうぞ。ありがとうございます。綺麗にテープがカットされました。ありがとうございました。それではですね、ご交談いただきたいと思いますので。恋愛もある意味解禁されましたけど、はい、そうなんです。どうですか。いや本当になんかびっくりするぐらい何もないんですけど、恋愛に関してはなんか自分が結構卒業してからいろいろなんか次のお仕事の準備だったりとかいろんなことに追われて結構いっぱいいっぱいで、恋愛する余裕が全く今はなくて、余裕が出てきたらそういうこともしていきたいなと思いますけど、今は結構いっぱいいっぱいですね。真面目です。いやバックヤードにずっと台本をちゃんと読んでらして、私もなんか台本読まなきゃいけないのかなと思って読んだんですけども、真面目です。なので余裕あります。今恋愛のやめてください。ね、もうやめてください。はい、ね、そういった意味では若月さん、そういった意味では酸いも甘いもつなげられます。うまいことつなげられます。酸いも甘いも知り尽くしてると思うんです。そういった恋愛のアドバイスみたいな。いやいや、もうやっぱり若い時は仕事優先が一番ですよね。仕事優先が一番だと思います。本当に真面目な子だなと思ったので、なので、はい、多分両方うまくやるっていうのができないんじゃないかなと思ったので、なんか今はすごくこう卒業して仕事に集中する時期なのかなってすごい見てて思いました。普通にソロでのなんかしんどい、ソロで、ずっとソロだったもん。ずっとソロです。ここが大変よみたいなところは。ずっとソロで大変なところですか。いや、ソロレベルが違うんで、やっぱ眉優はもうね、トップアイドルなので、トップアイドルからのソロっていうのはすごくこう重圧はかかるんじゃないかなと。誰にも重圧かけられないままソロでやってきたものですから、気楽なソロなので、もう眉優は一人でも全然大丈夫だと思います。はい。プレミアムフライデーにもし恋人ができてデートしたいっていう、デートするとなったらデートしたいのかこととかありますか。こういうことがしたい、デートでこういうところ行きたい。そうですね。私はでもそんな、私はそんななんか派手な遊びは好んでする人間ではないので、本当まさにこういう美術館とかでなんかしっとりとしたデートをするようなお相手の方がいいなと思います。はい、すごい無難な視点で答えたと。あの方、私に全然興味がない。そうですね。あの方、全然私に振ってこない。まあ、全然いいんです、はい、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。眉聞いてください。